こんにちは、阪急道場弓矢さんです。はい、今日は私が長年愛用しているアマゾンで購入したヤマゼンの扇風機を紹介したいと思います。はい、これですね、アマゾン限定のヤマゼンの扇風機なんですよ。はい、で私以前からですね、ヤマゼンの扇風機使ってて、今3台ヤマゼンの扇風機使ってますね。でその1台がアマゾン限定の商品ということで、3年前にですね、これは買ってみました。はい、でなぜですね、このね、アマゾン限定のヤマゼンの扇風機にしたかというと、まあ以前からヤマゼンの扇風機の大ファンということと、あとはアマゾン限定の商品って結構こうお安いんですよね。余計な機能がなくて、お安くなんか作られてるみたいでね。で今価格調べてみたら4000円で売ってました。確か3年前私が買った時はもっと安かったかもしれないそうけど、お安いですよね。はい、でやっぱね、何年使ってもね、やっぱさすがヤマゼンさん壊れませんし、機能としてはですね、30センチの高さ調節ができて、風量は3段階で、1時間のタイマーですかね、1時間のタイマーがついてるものですね。連続機能と1時間のタイマーで、連続はですね、8時間すると自動で切れるようになってます。うん、であと首振り機能ですね。もうこれぐらいの最低限の機能で良くないですか、扇風機ってそうだから、ほんとお安く買えるのは本当にありがたい。はい、アマゾンのね、ヤマゼンの扇風機、ぜひ皆さんチェックしてみてください。はい、ではちなみに私が扇風機を使う場所としては、実はですね、冷蔵庫の上に扇風機を設置して、上からこう風を循環させてるんですね。はい、エアコン使いながら扇風機の風でちょっと循環させる。これが一番体に直接風が当たらなくていいなというので、私は何年か前からずっとね、冷蔵庫の上に扇風機を設置して使ってます。はい、皆さんぜひ参考にしてください。はい、ということで今日はアマゾン限定のヤマゼンの扇風機についてのご紹介でした。ご清聴ありがとうございました。